うわ、結構あのほげてません？僕の血型の嫌い本当に軽い、うん、頭と根元はもう相当スッキリです。噂の神田の山中です。和田です。はい、はい、今日ですね、あやさんが体調が悪いということで治療をしていこうかなと思うんですけど、はい、症状としてはどんなのがありますか？目の疲れが多分あると思うんですよね。この辺がこうギューって目のあたりが重だるくて痛いのかなっていうのと、あと全体的に頭痛がするので、なんだろう、このあたりがもうギューってなってる感じですか？うん、そうそう、わかりました。最近デスクワークが多いですもんね。ちょっとね、うん、分かりました。じゃあその目の疲れと頭痛を取っていこうかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、見てみよう。体の動きとかを見ていきますね。はい、首こり、肩こりは感じますか？この辺、この辺、うん、そう、ああ、硬いですもんね。そう、なんかそこがグッときますね。グッときます、うん、でも触られると気持ちいい。そうですね、横についているあそこそこ、うん、斜角筋っていう筋肉が全体的に張っているなって感じがするので、でまたこう後ろ側ですね、うん、どうですか、触られてなんか硬い感じとか、なんか嫌な感じとかしないですか？なんかちょっとよくわかんない、慣れちゃってるんでしょうね。うん、まあ、後ろ側は結構ガチガチ、いやガチガチではないですけど、はい、いつもよりは張ってるなって感じなので、この肩とか首とかの硬さから頭の方の筋肉についてるんで、うん、それでこうギュッと締め付けられてこう頭痛が出てるんだろうな、いわゆる緊張型頭痛って言われるんですけど、はい、まあ、その症状が出てるんだろうなっていう感じはするので、はい、しっかり肩とかにもアプローチしていこうかなって思います。はい、首を右側に向けてください。はい、じゃあ次左お願いします。はい、動き自体はいいですね。肩持ち上げていきます。動きはいいですね。すじゃあちょっと次腰見ていきましょうか。はい、はい、ギュッとしてもらって。こう、はい、はい。で右側もいきます。はい。はい、で次左お願いします。はい、あ、動きはいいですね。はい、特になんか嫌な感じとかはないですか？そうですね、うん、ただ首の時はなんかやっぱ突っ張り感、横はちょっと突っ張る感じがする。そうですね、体は特にないですけど首ですかね。わかりました、寝てください。はい、寝ます。なんかめっちゃ蚊に刺されてるところがある。蚊？どれですか？足ですか？うん、あるんですか？うわ、結構穴ほげてません？蚊に刺されたら私痒くて我慢できないんですよ。なんか穴ほげて我慢できなくて、はい、もうね、えぐっちゃうんですよ。蚊に刺されやすいですか？めっちゃ刺されますね。僕逆なんですよ。刺されない？僕全然蚊に刺されないです、気づいてないだけとかではなく。ああ、いや、多分刺されないですよ。僕の血型の嫌いなんでしょうね。私めっちゃ刺されるんですよ。何型ですか？聞いていただく。私 A 型です。そういうこと、うん、うん、何型ですか？僕 A 型です。なんかね、畑仕事したりもしたりするからですね。あ、畑仕事もしてるんですね。いろいろする。どうですか、睡眠とかは取れてますか？睡眠は取ってるんですけど、はい、最近寝つきも悪ければ、はい、夢もすごい見るし、はい、多分浅いんですよね。あ、すぐ起きてしまう。朝起きた時とかなんか眠れた気しないなみたいな。ああ、そうそうそう、なんか暑いからかな、ここ最近ひどいですよ。おお、睡眠の症状がある時に、はい、やっぱり自律神経とか乱れている可能性とかもあるので、針はこう自律神経を整えてくれるんですよね、はい、例えばこう自律神経の交感神経を抑制してくれて、しっかりと自律神経のバランスを取ってくれて夜眠れやすくなったりするんで、今日は多分家に帰ったらぐっすり眠れると思うんで、嬉しい。なんか、ね、暑くなると寝苦しさも出てくるじゃないですか、ね、僕はまだ毛布出してるんですよ。暑っ、エアコンつけなくて。暑いっしょ。いや、僕は福岡涼しいなと思いますけどね。さすが宮崎は違いますね。朝とかも寒いくらいありますもんね。朝は冷え込みますね。あ、そうですね、朝まだちょっとひんやりしてるなって、うん、そうですよね。寝る時が暑くて朝はひんやりしたりするから、うん、体調とかも気になりますよね。そうですね、
季節の変わり目、特に今雨とかあるんで、天候の変化によって体調を崩す人もいるので、針でなんとか治療していって、自律神経とかも整って、まあ、ホルモンバランスとかも整ってくるんで、生理痛とかある方でも針をしていくと、生理痛を感じられない毎日がやってくるっていうことで。鼻水が出るんでしたっけ？鼻水はね、しょっちゅう出てます。鼻水に対する治療もしていきましょうか、今日は。本当です？はい。年中ダラダラです。まあ、鼻水はこう鼻のところを、まあ、経絡、ルチューが通ってて、ここに大腸系と局地っていうところ、ここを刺激したい。先ほど言った、来るって言った場所が、ここかな。この鼻水。なんか硬そうやん。触られた感じ。これですもんね。うん。なんか来ます？うん。ズーンってきます。きます。硬い。そうですね。ちょっと硬いかな。そうですね。ズーンときますね。頭痛のツボ、視神層っていうところになってきます。きますね。きますか。うん。やっぱちょっと頭皮が硬いなって感じが。マジ？硬いなっていう。なんかあまりにも目の上とか頭痛がひどくて、はい、ここ最近自分でも本当相当なんかこう頭マッサージしてグリ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 してました。自分でセルフケア。痛くて痛くて、なんかもういろいろ機械も持ってるんですけどね、私。はい。それも使ったり、自分で手でしたり。いろいろ試すけど。ずっとやってるけど、ここまでなるとやっぱもう自分じゃ取りきれないですよね。ある程度はね、よくはなるんでしょうけど、マッサージしてたらコリコリしてる。硬いところがあるって感じですかね。そう。前はなかったのに、あるから、あ、ちょっともうひどいんだろうなと思って。やっぱデスクワークと同じ姿勢でいることとか多いじゃないですか。そうね。そうするとやっぱ肩とか首とかから頭にくるんで、うん、内側がなんかグーってしたくなるみたいな感じなんですよね。目のこの辺。ああ、ずーっとそこも触ってますよ、ね。昨日とかくぼみずーっとグリグリしてた。ああ。からって何も変わらない。変わらなかったですか？もうだから自分じゃもう無理なんでしょうね。もうね、頭はすでにね、じわーって感じるんだけど。じわーって感じます。うん、なんか緩んでる感が。緩んでる感じますか？うん、頭が痛くなるのは、うん、主にどの辺ですかね？全体的でしたっけ？そうね、もうここまでなると全体が痛い感じがするか。でも後ろなのかな？前は目元だから違うから、頭痛としては後ろかな。後ろ、横は大丈夫ですか？横も痛い。横も痛い。はい、全部やん。本当っす、全部やん。全部やん。痛いと全部痛いように感じますよ。うん。何だろう。手元がじんわりする。そうですね、だいぶこう硬くなってるんで。ですよね。血流が良くなってきてますね。もうすでにじんわりも緩んでるのがわかります。頑張りすぎちゃってますね。食べやすいですね。そうですね。大事ですか。この硬いね。そうですね。頭痛がひどいと、うん、耳の付け根あたり痛くなる。耳の付け根。あそこ。ここ。うん。ここがピンってなると多分その辺硬いでしょ。うん、めっちゃ硬いですね。でもなんかそういう硬いのが分かるようになりました。めっちゃ硬い。そうですよね。ちょっと聞きます、ね。めっちゃ硬い。胸鎖乳突筋っていう筋肉なんですけど、これが硬くなっていって、前傾姿勢でいるというか首を前にしてるじゃないですか、パソコン作業とか。そうするとやっぱずっと前が収縮した状態になっちゃってるんで、どうしてもここの筋肉硬くなりやすいんです。効きますね。マッサージしてみようみたいなよくあるでしょ。でも痛すぎてさ、自分で触ると痛いんですよ。だからそこはしない。まあ痛いことはしない方がいいですね。うん、ぐーっていきます。くるー。きますね。きますね。くる。だいぶ硬いでしょ。もうこれで読んでくれるんだったら。そうですね、うん。これでちょっと時間を置きましょうか。はい。はい、施術終わりましたけど、だいぶお目目がスッキリしたんじゃないですか。いや、もう本当に視界が違います。うん、どうですか、頭痛は。頭痛はないね。頭痛ないですか。
すっきりしすぎて、うん、逆に違和感が軽すぎて軽すぎて違和感がでずっとなんか重かったんで、うん、もう本当に軽い、うん、やばい。鼻水ってどうですか？鼻水は詰まってる方じゃないんで、こうなんて表現していいのかちょっと難しいんですけど表現の仕方が難しい。表現の仕方が難しいんだけど、うん、ずっとこう結構私喉に垂れてるタイプの人なんだけど、今は別に鼻の通りもいいし、うん、いいんじゃないかな、うん、今日はあの鼻水に対する治療だったり、うん、眼精疲労、頭痛に対する治療もしていったので、はい、だいぶ症状は楽になったんじゃないかなっていうふうに。いやもう本当にあの頭と目元はもう相当スッキリです。そしてだいぶ首の全然違うでしょ。硬さとかも全然取れてきて、触られた感じが全く違いますもん、うんうん。ちょっと動きだけ最後確認しましょうか。はい、はい、じゃあ右を向いてください。はい、お左、あ、うん、首は動き出ましたね。突っ張り感がない、うん、そうですね、うん、はい、じゃあ肩いきましょうか。はーい、肩もともと動きすいません、よかったですもんね。肩体動物睡眠の症状とかもあるということなので、だいぶ眠れやすくなってると思うんで、はい、今日は早くお休みください。はい、早く寝ます、はい、これからもですね、こういった施術動画、美容情報、健康情報を配信していきますので、チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバイ、バイバイ。